はい、こんにちは、2020年3月11日、ウェーブ朝倉学校第8回ですね、3月11日ということで前半地震の、理科の、授業をいたしました。で後半はやはり、3月11日ですので船橋での被害の様子を振り返り皆さんと共に考えていきたいと思います。でむしろ東北とかの、被害の様子は新聞、テレビなんかでよく報道されるんですけど、船橋でも実はいろいろ被害があったということを、特に湾岸部の方は実感されていると思うんですが、内陸の部の方は知らなかったりしますので、そこら辺を、お話しして、市がどういう対策をその後進めてきたかということを、考えてみたいと思います。でまずは本日、9年前の本日の2時47分に発生した地震によって 2.2 万人の方が亡くなられました。ご冥福をお祈りし、これから私たちがその防災について何ができるかを考え続けてまいりたいと思います。それでは船橋における状況を振り返ってまいりたいと思います。でこの写真はまた私の公式サイトの方にも載せますので、ご覧いただければと思います。でまず、そうですね、実は私は実はその地震の時に、議会をやってる途中でありましたので、その3月11日は、本会議をやってましたけど、相当揺れました。そして議会全体として、この議会を中断をして各地元に帰って状況を把握しようという話になりまして、3月の14日に再び集まって緊急質疑をしようということになりました。で私はその緊急質疑のをやらせていただいたんですね。でその記録がそのまま残っておりますので、ぜひご覧ください。船橋市議会をホームページで検索していただきますと、この中継というのが出てきます。議事録、文字上でも読めるんですけど、映像で見ていただいた方がリアルだと思いますので、中継というのがあります。で中継のに飛んでいただくと、これですね。次にこの画面が出てきます。この画面。でこの画面の中で本会議録画中継というのを押してください。本会議録画中継で、そうするとこの画面が出てきます。でこの画面の中でここの検索窓があるんですが、平成23年第1回定例会と、平成23年第1回定例会と、これは3月の議会のことを第1回定例会というんですけど、これを検索していただいて、その中の3月14日を押していただくと、私の地震に関する質疑が出てきますので、ぜひご覧いただければと思います。で、じゃあ地震の実際の9年前の状況を振り返ってみたいと思います。で、9年前2011年の3月11日午後2時47分。船橋市議会の真っ最中でありました。で今引退されましたけど、公明党の村田一郎さんという議員の方が質問されている最中だったんですね。で、質問の最中だったんですが、止めました。議会を止めました。そして、先ほど言ったように議会を散会して、各議員は自分の家の周辺をの住民の様子をぜひ把握して持ち帰ってくださいって話になりました。でまず議会の控室に行ったんですね。で控室行ったらこういうふうに、ここにお茶をとかの、お茶セットがあるところなんですけど、ここに落ちてましたね。さてそれで、その3月11日の夜なんですが、実は3月11日、東京に通勤していた方は電車が止まってしまって帰れなくなって歩いて徒歩で帰宅された方も多いと思うんですけど、実は逆に船橋に出勤とかなど、あるいは東京から帰宅、徒歩で帰宅していたんだけど家にたどり着けずに、船橋までは来たけどここで泊まりたいという人のために船橋避難所を開設したんですね。これ行田西小学校の避難所の様子です。そして、翌日3月の12日、13日と私は市内の様子を見ました。
これ確か、私の記憶に間違いがなければ夏目のヨークマートなんですが、まあ、こういうふうに、まあ、棚が落ちていて危険な状態で立ち入り禁止になっているような状態です。さて、でこれは芝山に、私は全部自転車で移動しています。で自転車で行った時の様子なんですが、アーノルド富士高村さんというところがまあ、この地震に負けるなということを看板に掲げておりまして、非常に感動した記憶があります。はい、さてこれ芝山商店街のパン屋さんですね。それで私はだから自転車で市内全域を回ったんですが、まあ、先ほど言ったように夏見北奈良市の芝山などを回り、まあ、それぞれに建物の破損とかそういうさっき言った店の破損とかはあったんですが、東北に比べれば船橋はまだ大丈夫だったのかなという感触を持ちながら、港町日の出というあと栄町という湾岸部に行ったんですね。これ自転車、私の移動した自転車ですけど、湾岸部に行ったらこんな状態です。はい、もう地面が浮き上がってるんですね。そして、実はちょっとこれお家の前なんですけど、実はこのうちその後撤去され、まあ、移転されましたので、もう今は残ってませんけど、お家の前がこういうふうに液状化した砂で、湧き上がってる状態です。先ほど液状化の前半編で 液状化の理論を説明いたしましたけど、もう一回確認してしましょう。湾岸部など地盤が軟弱な場所は土の粒子と水と空気という3要素で土は構成されているんですが、比較的土の粒子が少なくても普段の状態では安定して止まっているんです。とか地震の揺れが加わると水分の部分が土の粒子全体が沈殿をしまして、水分の部分がこの上部に多くなる。でそして柔らかくなってしまうので建物が傾いたりする。そして水が吹き出たり泥が吹き出たりするという形ですね。まさにこれがその水とともに泥が吹き出てきた様子です。液状化の典型ですね。でこれもあるお家の周りで、その影響で塀が傾いてしまっているという状況です。さてこれは日の出のコンビニ、今はもうコンビニじゃなくなってますけど、コンビニの場所でありまして、まあ、私がお自転車でここに来たんですが、ここら辺コンビニの前がもう液状化で溢れ出た泥がある状態です。でこれは港町から浜町に至る海老川水門ですね。海老川水門は閉鎖されました。はい、でこれが、まあ、栄町のアパートなんですが、このアパート の、 その駐輪場の、根元が浮き上がってしまっていると。でここに亀裂があるような状態になっておりました。で、湾岸部の被害の一方で、船橋市は実は、まあ、湾岸部が被害をひどく受けているという側面と、まあ、でも全体的には市全体としては被害が少なかったので、東北に支援をしようという両方の目を持ってたんですね。でこれは、その東北支援のためにいわき市に災害支援者が船橋市役所から出発するところです。はい、でちょっとまた湾岸部の話に戻りますが、まあ、湾岸部の話もう一回戻ります。これは港中学校ですね。港中学校全体も液状化しました。こんな感じ、水が吹き出てますね。でこれは護岸ですね。これ日の出の護岸ですが、この護岸のところが傾いてしまって水に浸かってしまっているような状態です。はい、で災害支援の方に戻りますと、東北の太平洋沖地震の支援のために、まあ、この支援物資を提供することを市民の方から募って、そして職員がまとめてそれを送るということを富山市役所の1階でいたしました。さて3月の13日、3月の11日が金曜日でしたね。で3月の13日が日曜日になったんですが、日曜日の夜、まあ、当時の菅直人大臣、首相と海江田万里経済産業省が記者会見をしまして、明日から計画停電を行うということを発表しました。
計画停電っていうのは電力需要が不足するので地域ごとに順番に停電をさせていくということですね。それは原発の停止に伴う話です。で、原子力発電所の被害の話はまた別の機会にそれはお話したいと思うんですが、今日はちょっと原発の話は後回しにし、別の機会にしまして地震の話に絞っておりますが、船橋では3月の13日の夜に記者会見があって、3月の14日から計画停電が始まった。で、その計画停電っていうのは市内を 5ブロックに分けて順に停電をさせていくということなんですが、自分の住んでるところがどのブロックかっていうのは分かんなかったわけですね。そうするといつからいつまでが私の住んでるところ、皆さんの住んでるところが停電なのかというのが分かりませんでした。で、私もいろいろ調べたんですが、理系の、お宅のネットワークがあったんですけど、そこでようやく、表の情報、表というか、なんか正式なルートでは情報が来なかったんですが、そういう意外なネットワークから船橋の計画停電の、地区割のデータが出てきまして、これはわずかですけど、自分の住んでる、ちょっと配信はうまくできなかったんですが、伝える人には伝えた形にしました。さて、これが船橋の被害の状況の概要ですね。さて、じゃあその後どういうふうなことを取り組んできたか、やっぱり東日本大震災をきっかけに、その地震対策が重要だということになりまして、私も地震対策に力を入れてきているんですが、その中で2つだけご報告したいと思います。で、1つはこの小中学校公民館の給水槽への蛇口設置で、断水時の60、この時は61万人でしたけど、これ2013年の話ですので今64万人になってますけど、1.5 日分の飲料水確保ということをいたしました。これどういうことかというと、この東日本大震災の前まで市の正式なその災害時の給水はペットボトルによる貯蔵と防災用井戸だったんですね。で、これが、その市民全員に割ると半日分ぐらいしかなかったんです。それで、どうしてもやっぱり飲料水を確保するようにすべきだというふうに思いまして、いろいろ調べたんですね。で、意外なところにヒントがあったんです。で、それはこの受水槽というのは、集合住宅とかで一旦その住宅全体で使うその水を集めて、そこから各家庭に流す受水槽というのがマンションとか集合住宅にあります。で、そこは停電の時に断水して、これ動かなくなりますよね。でもそこには水が蓄えられてるんです。で、そうするとこう蛇口をつけておけばいざという時、その蛇口から給水が、これ蛇口ですね、ができるということを、ちょっと私の住んでるマンションの管理士の人と対話する中で、マンションの受水槽についての蛇口という話が出てきて、それを実は応用して、市全体でいうと小学校公民館に受水槽があると、で、そこに蛇口をつければ地域の住民が水を供給できるようになるんじゃないかということで提案をし、これが実現いたしまして、今、小学校公民館の給水槽には全て蛇口がついてますので、いざという時には水が、ここから汲み出すことができるということですね。飲料水ですけどね、主に飲料水ということになると思いますけど。それともう一つがこれです。これはカセットボンベ式自家発電機というやつで、ここに、ちょっと今日入れてないんですけど、カセットガスを入れると、ちょっと実際に入れてみますと、ここにできれば専用のやつがいいんですけど、このカセットボンベを2本入れると、それでカシャッと閉めて、で、手順に伴って、セットをして、そして、こう運転をして、ここを引っ張ると、発電、動き出して発電ができます。で、コンセント2つですので、大型のものは動かせないんですけど、例えば携帯電話の充電とかパソコンの充電とかは大丈夫ですので、今各小中学校の、これ実は私の、これを
の必要性を訴えるために私自分で買ったんですけど、当時10万だったかな、買ったんですけど、まあ、今は各小学校公民避難所とかのところに、2台ずつあります。で 1台は、体育館に避難した時の外付けのトイレに行く道のところの照明、バルーンの明かりの照明に使い、もう1台を、まあ、避難所の運営のためのパソコンや、まあ、その避難してきた人の携帯の充電のためのものに使えるという想定で、これを2台置いた形にいろいろ訴えた結果なりました。で、そういうふうに地震対策についてはやはり東日本大震災の経験を通じて学んでるところが、まあ、その提言してやってるところがあります。ということで、今後も実は地震対策についてずっと力点を置いてきたんですが、それにさらに最近は豪雨対策が加わり、また防災もその豪雨という観点で見直さなきゃいけないということになりましたけど、まあ、東日本の大震災の教訓に学んで自治体としてできることを、これからもやっていきたいというふうに思っております。後半は社会的な編ということで、それでは、まあ、ということで、本日は、前半地震の基礎で、後半、船橋における東日本大震災の被害状況とその後の取り組みについてご報告させていただきました。で、明日は再び数学に戻りまして、体積の求め方と、立体の体積の話をいたしたいと思います。それではまた、ご清聴ありがとうございました。また明日ということです。